いらっしゃいませ。え？ここは、とある観光地の片隅。山の上にある温泉旅館。すっかり客足が遠のいて、もう長い間お客が来ていない。そんな、寂れた旅館のオーナーである俺は、ある日、とても奇妙なお客を出迎えた。その姿を見た途端、思わず声を上げてしまうほどに。これ？今年一番の吹雪の中、その女性は寒さに震えながらやってきた。目を引いたのは、その髪の色。綺麗な金髪を雪でぐっしょりと濡らして、彼女は手に何かを握りしめていた。これが、俺と彼女の運命的な出会いだった。一番初めに抱いた印象は、失礼ながら、ホームレスだろうか、だった。季節の合わない薄いコートが、激しい雪でぐっしょり濡れそぼっていて、この寒い時期にマフラーの一つも身につけていない。見るからに冷え切って、小刻みに震える手には、たった一枚だけ、百円玉が握りしめられていた。これ、ないです。あ、たどたどしい、よく聞き取れない言葉。てっきり寒さで口がかじかんで、うまく喋れないのかと思ったが、よく考えたら、その女性の髪は金色。外国人なので、日本語が片言なのかと、俺はピンときた。英語を喋れるよ、少しだったら。え？自分を指さしながら、英語で話しかけると、うつむいていた女性はパッと顔を上げた。ロングの金髪は濡れて、べったり顔に張り付き、その間からわずかに青い瞳が覗く。綺麗だな。俺は、その澄んだ色に、少し見惚れた。これだけしかないの。止まれないわよね、これじゃあ。思っていたよりも若い。というより、いっそあどけないくらいの声。しゅんと悲しそうにうつむく姿は、何か訳ありのようで。次の瞬間、俺は彼女にうなずいていた。いいよ、止まっていきな。え、いいの？いいよ、100円で。ああ。控えめに、女性がキョロキョロと俺の背後を伺う。何を心配しているのか、考えなくてもピンときた。宿泊代は特別サービス。うちは、ちゃんと営業している温泉旅館だよ。ただ、他にお客がいないだけ。どうして？こんなに素敵なのに。はは、ありがとう。女性のまっすぐな言葉に頬をかきながら、俺は気づいた。笑うなんて、ずいぶん久しぶりだ。こんなに心が温まるものだったっけ。さ、中にどうぞ。まずはストーブで温まって。その間に温泉の準備をするから。わあ、温泉？嬉しい、大好きなの。ガランと静まり返った館内に、女性のはしゃいだ声が響く。それだけで、長い冬に終わりが来たような、かつての賑わいが戻ってきたような、久々の明るい空気が広がるのだった。俺の名前は小玉俊一、38歳。温泉旅館小玉のオーナー。そして、現在たった一人の従業員だ。かつて、この旅館を経営していたのは、俺と両親の三人だった。観光地の片隅にある、ひっそりと小さな、家族経営の温泉旅館。にもかかわらず、いつも大勢のお客で賑わっていた。その理由は、板前の父が心を込めて作る、地元の食材をふんだんに使った絶品の料理。そして、おかみである母の、底抜けに明るいのに、丁寧できめ細やかな接客だった。都会で料理の修行をした後、30歳で実家に戻ってきた俺。目標は、いつか父のように、お客を笑顔にできる板前になることだった。俊一は、料理のことばっかりで、一体いつになったら結婚するんだか。このまま孫の顔は拝めないのかね。母さん。お父さんたら、私たちだって結婚は遅かったでしょ。俊一なら大丈夫。お父さんに似てハンサムだもの。おい俊一、結婚するなら母さんみたいな女性にしろよ。世界一のべっぴんだからな。もうお父さん、よせよ。
いい歳した息子の前で、評判のおしどり夫婦だった両親、ところ構わずベタベタする二人に、よく俺は小言を言ったものだが、こんなに些細な会話さえ、今は恋しくて仕方ない。なぜなら両親は、もうこの世にはいないのだから。二年前の春、朝から小雨が降っていた日、裏山に山菜を取りに行った二人は、そのまま帰ってこなかった。お母様が足を滑らせたようです。それを助けるために、おそらくお父様も、崖下で二人を見つけてくれた警官は、呆然とする俺にそう告げた。なんで雨の日に山なんか。そんな無理をした理由は、なんとなく俺もわかっていた。この少し前、近くに大型ホテルがオープンしたせいだ。偶然にも名前がよく似ていたので、うちと間違えてホテルを予約するお客が続出。どんどん客足を奪われ、経営は傾いていった。だから、旬の山菜を使った料理で、お客を取り戻したいと考えた両親は、バカだよ、ほんと。女性の浴衣やタオルを用意しながら、天国の両親に向かってつぶやく。お客を呼び戻す方法だったら、他にいくらでも、俺も一緒に考えたのに。旅館の要だった二人がいなくなっては、いくら残された俺が頑張ったところで、もう昔のような活気は取り戻せない。現に、この二年でさらに客足はガタ落ちして、もう何ヶ月も一人のお客も来ていなかった。あの子で最後かな。ま、潮時だよな。言い聞かせるように撫でるのは、ところどころ色が抜けた大浴場の大きな柱。この旅館が建った何十年前からあるので、かなり老朽化が進んでいる。この柱だけでなく、建物全体がそうだ。修理する余裕もないことだし、このあたりでお疲れ様と言ってやるべきかもしれない。お待たせ。浴衣の着方はわかる？そういえば、うっかり名前を聞き忘れていた。事務所でストーブに手をかざしていた女性は、タオルを頭にかぶったまま、勢いよく立ち上がった。私はクロエ。もちろんわかるわ。温泉に入ったらいつも浴衣だもの。日本が好きなの？大好き。もう何度も来てるわ。パパも日本が大好きなの。そうつぶやいたクロエの声には、どこか寂しそうなものが含まれていた。クロエが温泉に入る間に、急いで部屋と食事の用意をする。せっかくなので、うちで一番明るくて眺めのいい、母が当旅館のスイートルームと呼んでいた部屋に泊まってもらうことにした。食材は自分の夕食用に買っていたスーパーの割引品しかなかったが、父に教わった板前の技術でどうにか見栄えだけは旅館の夕食に仕立て上げる。よし、完成。しかし遅いな。温泉から上がったら厨房に顔を出すよう、クロエには伝えてあるのだが、二時間ほど経っても、廊下を歩いている足音さえ聞こえなかった。迷ってるんじゃなければ、まさか、温泉で溺れたか、具合が悪くて動けなくなっているんじゃ、嫌な想像をして、俺は厨房から廊下へ飛び出す。その時だった。キャッ！うわ！そこにあった何かとぶつかり、危うく尻餅を突きかけた。なんとかバランスを立て直して、一体何なんだと、薄暗い廊下に目を凝らす。そして次の瞬間、ぎょっと目を見張った。いたた、びっくりした。ごめん、大丈夫、クロエ。はっと我に返って、慌ててクロエに手を差し出す。すっかり温まった手が、そこに迷わず重ねられる。冷え切って青白かった肌が、温泉の熱で、ほんのりピンク色に染まっている。それに気づいた途端、突然顔が燃えるように熱くなって、慌てて、俺は彼女から目をそらした。ありがとう。どうしたの？浴衣の着付けが変かしら。いや、合ってる。バッチリ。パーフェクトです。見てないじゃない。そう言われても、視線が戻せないのはあまりにも綺麗だから。日本人よりも彫りの深い、はっきりとした目鼻立ち。けれど、決してきつい感じはしなくて、
全体的に丸みのあるパーツは可愛らしくもある。そして、透けるような白い肌と、澄んだ海のような色の瞳。ずっと髪の毛やタオルで隠れていたので知らなかったが、クロエ。俺が100円で受け入れた女性客は、これまで見たことがないほどの美女だったのだ。わあ、いい匂い。温泉も最高で、つい何回も入っちゃったのに、ご飯まで食べさせてくれるの？もちろん、お客様ですから。そう、クロエはお客様だ。自分に言い聞かせることで、しっかりしろとカツを入れる。さあ、湯冷めする前にお部屋にどうぞ。わざとホテルマンのようなうやうやしい態度で、彼女を部屋に案内する。久々の宿泊客で、しかも慌てて準備をしたので、十分なおもてなしはできないかもしれない。それでも、精一杯のことをしようと、俺は心に決めた。きっと、この旅館最後の宿泊客になる彼女のために。わあ、この料理は、なんて名前なの、俊一。それは、夕食の時間。料理を口にするたび、クロエは美味しいと目を輝かせて、次々と質問を浴びせてきた。俺も持ち合わせの語彙をフルに絞り出して、どうにか英語で説明する。そのおかげか、クロエは最後まで満足そうな顔をして、一皿も残さずに完食してくれたのだった。ああ、美味しかった。今まで、たくさんの旅館に泊まったけど、俊一の料理がナンバーワンよ。はは、それはどうも。英語もすごく上手ね。どこかで勉強したの？いや、英語の勉強を始めたのは、この旅館に戻ってきてからだ。今は海外の観光客が増えているから、うちでも外国人のお客を受け入れたい、と、両親のどちらかが言い出して、俺も巻き込まれるように一緒に勉強させられたのだった。話せるようになったら、三人で海外旅行しようって。言ってたのは、母さんだっけ。俊一？なんて言ったの今。ああ、ごめん。両親のことを思い出していたのだと、クロエには英語で伝える。ここは以前、両親と三人で経営していた旅館だということも、もう二人はいないことも。お父さんも、お母さんも？それは、悲しいわ。そうだね。クロエが表情を曇らせ、俺も二人を亡くした当時を思い出してうつむく。部屋の中には、しんみりした沈黙の時間が流れる。その時、俺は不意に、クロエにあるものを見せようと思いついた。そうそう、あの二人なら、ここにいたんだった。え？キョトンとするクロエの前で、俺はスマホを操作する。そして、写真フォルダーの中に入っていた動画を再生した。これ？そう。俺の両親だよ。それは今から8年前。まだ俺がこの旅館に帰ってきたばかり。そして3人で英語を勉強し始めたばかりの頃に撮影した動画だった。うまいな、楽しいな。お父さんたら、セリフが棒読みじゃない。もっと楽しそうにしなきゃ。イエーイ。真面目に演技してくれよ、二人とも。父が下手くそな演技をしながら、自分が作った鍋料理を頬張る。それに、母がツッコミを入れながら、スマホに向かってピースサインをする。それに呆れる、監督と撮影担当だった俺。きっかけは、父が、旅館を紹介する動画を撮りたいと言い出したこと。海外の観光客向けに、日本の家族団らんを説明しようと。ちょうど、今俺とクロエがいる部屋を舞台に、一家が仲良く鍋を囲む様子を撮影したのだった。皆さん、ぜひ家族で泊まりに来てください。待ってます。俊一、この後は字幕を入れてくれるんでしょ？まだ撮ってるから、母さん。はい、カット。やり直し。ここで動画は終了していた。確かこの後は何度か撮り直した末に、ようやく俺の OK が出て、編集で英語の字幕を入れて、動画サイトにアップする予定だったが、毎日の忙しさから、全員すっかり動画の存在を忘れてしまって。結局そのまま、両親は、すごい棒読みだな。父さんも母さんも、俺も、めちゃくちゃブレてるし、編集でどうにかなる代物じゃないって、
アップしなくてよかった。編集する前からわかるひどい出来の動画。なのに、画面の中にいる両親は、まるで最高傑作が撮れたみたいに、すごく嬉しそうに笑っていて。それを見ていると、だんだん俺もおかしくなってきた。はは、俊一、泣かないで。え？クロエが妙なことを言うので、スマホから顔を上げる。その時、初めて、俺は自分が泣いていることに気づいた。そして、なぜかクロエも。いい家族ね。素敵なお父さんとお母さんだわ。涙を拭いながら、クロエがにっこりと微笑む。その大人びた表情に、ドキッとして、涙も止まる俺だったが、そういえば、彼女の年齢を知らないのを思い出した。クロエ、今年で何歳なのか聞いても。私？ 20 歳よ。え？少しあどけないとは思っていたが、想像していたよりも若い。その年で海外を一人旅とは、ご両親も心配しているだろう。まして、吹雪の中で凍えていたと知ったら、と、2倍近くも年上の人間として、まるで彼女の親のような気持ちになった時、ふと、クロエの笑顔が寂しそうなものに変わった。私も、1年前にママが病気で、元気だった頃は、こんな風に家族でディナーをしたわ。え？パパと二人のディナーは楽しくないの。だってママがいなくなってから、パパは全然笑わないもの。全然家にも帰ってこないし。私なんてどうでもいいのね。そんなこと。ううん、きっとそう。パパは私のことなんか心配していない。そうきっぱり言い切って、クロエは眠くなってきちゃったとあくびを始めた。そこで、俺も部屋を後にして、この日はゆっくりと休んでもらうことにした。彼女がどうやって帰国するかは、翌日また考えることにして。ところが、帰りたくない。え？帰れないんじゃなくて、帰りたくないの。俊一、私をここで働かせて。翌朝、早朝5時、廊下の掃除をする俺に、クロエはそう直談判してきたのだった。働かせてって、いやいや、無理だよ。人を雇う余裕なんかないし。ほら、ビザの関係なんかも。じゃあお金はいらないから、ここに私をいさせて、お願い。それも無理。何せクロエは若い美女で、俺は親ほども年の離れた男。間違いを起こす気なんて微塵もないが、二人きりなんて、常識的に絶対良くない。クロエの父親にも申し訳ないから、そう説得しても、彼女は全く聞く耳を持たなかった。パパの話はしないで。もう知らない。二度と会いたくない。え？結局根負けしたのは俺だった。旅館を閉めるにあたって、まず旅館中の掃除をするので、それをボランティアで手伝ってもらうことにしたのだ。数日間だけ。それと、父親に無事の連絡だけはする約束で。ちゃんと連絡した？それと、本当に帰るんだよね。もちろん。そう笑顔で返事をして、クロエはとても楽しそうに、毎日あれこれと手伝ってくれた。それは、正直すごく助かったのだが、一週間が経っても、彼女は一向に帰ろうとする気配がなかった。クロエ、そろそろ、いくらなんでも、もう帰った方がいいんじゃないか。そう、玄関の掃除をしてくれている彼女に言おうとした。その時だった。旅館の前にある坂道を、誰かが登ってくる足音がした。なんだ、まだ営業してたのか？とっくに廃業したかと思ったよ。玄関に足を踏み入れるなり、その人物は、にやりと、意地悪く顔を歪めた。一目見て高級だとわかるスーツを着た、俺と同年代の男性。胸元のネームプレートには、オーナー佐藤の文字が。どうも、お久しぶりです、佐藤さん。彼は、すぐ近くにある大型ホテル、言霊のオーナー。つまり彼がホテルをオープンさせなければ、両親が雨の日に山へ行くことはなかった。だから、両親の仇とまでは言わないが、こうして顔を合わせるのは、今でも複雑な気分だ。それ以外にも、いろいろと因縁のある相手なので、
今は余計に。ふん、いくら掃除したところで、ボロ宿はボロ宿だ。さっさと閉めちまえよ。言われなくても、もうすぐ閉めるつもりです。そうか、それは悪かったな。余計なことを言って。だが、そういう割に新しいスタッフを雇ってるじゃないか。おい、そこの金髪、挨拶くらいしたらどうだ？やめてください。俺の反応が悪かった腹いせか、クロエにまで突っかかる佐藤。彼からかばうように、俺はクロエの前に立ちふさがった。俊一？お帰りください。もう廃業するんですから、うちに嫌がらせをする必要はないはずです。今までのように。そんな証拠がどこに？ちなみに何度でも言うが、ホテルの名前が似たのは全くの偶然だ。まあ俺は、ビジネスを成功させるためなら何でもやる男だけどな。高笑いしながら帰っていく佐藤。その後ろ姿を、俺の後ろからまじまじと見つめて、クロエはぼそっとつぶやいた。あの人、どこかで見たような。え？ううん、きっと似ている人ね。俊一、次はどこを掃除するの？それよりクロエ、そろそろ帰った方が。もうすぐ、ちゃんと帰るから、約束するわ。本当だろうな。そう言いながら、もう一週間になるんだが、と呆れる俺は、全く知らなかった。この日の夕方、クロエとの別れが唐突に訪れること。それは、随分久々に聞いた音だった。車が坂道を登ってくるエンジン音。それに、雪をかき分けるタイヤの音。気がついた時には、その車はもう玄関の前に止まるところで。まさか宿泊客でも、と、雨戸から外を見た途端、俺はぎょっとして固まった。それは一面黒塗りの、見るからに高級な外車だった。クロエ！運転席のドアが開くや否や、外に大声が響き渡った。声の主は、金髪をオールバックにして、豊かな顎ひげを蓄えた、非常に大柄な男性。その目の色は、海を思わせる綺麗な青で、俺は一目で、もしかしてと感づいた。パパ？いつの間にか、背後にいたクロエが、呆然としたようにつぶやく。やっぱり、あの男性は、クロエの父親だったのだ。パパ、どうして？玄関を飛び出して、男性に駆け寄るクロエ。その体を、男性は思い切り抱きしめた。クロエ、よかった。随分探したんだぞ。さあ、パパと一緒に帰ろう。探してくれたの？私を。当たり前だろう。お前と連絡が取れなくなって、警察に捜索願いまで出したんだからな。そこまで、どうしてなの？何？私帰らないわ。な！クロエの言葉で、男性は愕然とした表情を浮かべて、後ろに後ずさった。それを見た瞬間、俺は雨戸から外に飛び出していた。いい加減にしろ、クロエ。え、俊一？もうわかっただろう。お父さんの気持ちは、クロエを本当にどうでもいいと思っていたら、わざわざ探し回ったりするわけがないだろう。あ、クロエがハッとしたように息を飲んで、恐る恐る父親を見上げる。そして、本当に、と小さな声で尋ねた。私のこと、どうでもいいって、思ってたんじゃないの？クロエ、どうしてそんなこと？だって、ママがいなくなってから、パパは笑わないじゃない。私が話しかけても、いつもどこか別の方を向いていて、全然楽しそうじゃなかったもの。クロエ。私のことなんか、どうでもいいんだって。だから、いなくなっても気づかないって、思ってたのに。クロエ、違うんだよ。すまなかった。男性は再びクロエを抱きしめて、涙を溢れさせながら語った。妻を亡くしたショックと、その最中でも忙しい仕事とに挟まれて、クロエを気遣う余裕がなかったこと。それを自身も気にしていて、やっと取れた休暇を利用して、二人が大好きな日本の別荘へ旅行に来たこと。けれど、緊急の仕事で別荘を開けた間に、クロエが財布もパスポートも置いて消えてしまったこと。この一週間、
身を引き裂かれるような思いで探していたこと。本当に心配したんだよ。ママだけでなく、クロエまで失ってしまったらと。今朝、ここの住所がメッセージで届いたのを見て、どれだけ嬉しかったか。ごめんなさい。だんだんパパに会いたくなっちゃって、パパがどうも思ってなかったとしても、私は大好きだから。本当は、ずっとパパのところに帰りたかった。けれど、もしも探してくれていなかったらと考えたら、真実を知るのが怖くて、今朝まで連絡できなかった。心配させて、ごめんなさいと。クロエは顔をくしゃくしゃにして泣きじゃくった。パパも、クロエが世界で一番大好きだよ。だから一緒に帰ろう。お願いだよ。うん。でもね、パパ、私。何かを言いかけて、不意にクロエは俺の方を向いた。そして、こちらに駆け寄ってくる。あのね、パパ、この人が私を助けてくれたの。ここのオーナー、俊一よ。俺を男性に紹介しながら、クロエがにっこりと微笑む。すると男性も、おおと、感激したような声を出しながら、俺に向かって両手を広げた。君が、本当にありがとう、ミスター俊一。一体どうお礼をすればいいか。いえ、大丈夫ですよ。むしろクロエさんに手伝ってもらって、随分片付けも進みましたから。すごく助かりました。片付け？どこかに移転でもするのかい？それが、俺は男性に、もうすぐ廃業する予定であることを説明した。だから、クロエが最後の宿泊客になるということも。結局この一週間、他にお客も来なかったので、やっぱり閉めるしかないかと。それは惜しい。こんなに趣のある旅館は、私もそう見たことがないのに。顎に指を当てて、男性がうなる。すると突然、クロエがその腕に抱きついた。ねえ、パパ、今夜はここに泊まっていかない？え？クロエ？驚く俺にも、クロエは明るくはしゃいだ声を上げる。ねえ、いいでしょ、俊一。私、パパをおもてなししたいの。クロエが？ええ。それは、ここに来た最初の日。凍えていた自分を温泉に入れて、暖かくて美味しい食事まで出してくれたこと。それが、今まで受けた中で最高のおもてなしだった。その時の感動をパパにも教えてあげたくなった。だからこの一週間、俊一が料理を作ったり、温泉の準備をしたりする様子を観察していたのだと。クロエはいつまでも帰ろうとしなかったもう一つの理由を明かすのだった。ほら、クロエ、頑張って。ええ、失礼いたします。お料理をお持ちしました。緊張した面持ちで床に膝をついたクロエが襖を開ける。部屋の中にいた男性、クロエの父、ジョンさんは大きく見開いた目を輝かせた。クロエ、今のは日本語だね。すごく上手だ。練習したの、俊一と一緒に。サプライズ大成功だと、俺たちは顔を見合わせて笑顔になった。夕食の仕込みから、配膳、各料理の説明まで、とても頭がいいクロエは一通り教えただけですぐに覚えてしまった。この姿を母が見たら、ぜひうちで働いてと大喜びしただろう。それだけ堂々とした仲居姿で、クロエはジョンさんを心からもてなした。そんな娘の様子に、ジョンさんも満面の笑みで、目には涙まで浮かべていた。素晴らしい。これが、この旅館のおもてなしなんだね、クロエ。ええ、そうよ。だからね。そっとジョンさんに近づくと、彼に何かを耳打ちするクロエ。するとジョンさんは大きく目を見開いて、やがてにっこり笑って大きくうなずくのだった。素晴らしいアイディアだ、クロエ。そして翌朝、朝食の片付けを終え、クロエたちが帰り支度をする間、事務所で休憩していた時だった。にわかに外が騒がしくなり、何事かと玄関を出ると、え？俺は唖然として自分の目を疑った。なぜなら、なんと大量の車が次々と坂道を登ってきて、目の前に止まっていくではないか。あ、小玉さんですね。お話を聞かせてください。今回の件について詳しくお話を。お話を。
続々と車を降りてきて、俺の元へ競い合うように駆け寄ってくる大量の人々。もちろん俺は全く事態が飲み込めない。どうして自分が大量のマイクやカメラを向けられて話を聞かれたがっているのか。何の御用ですか？一体。どうやらテレビのリポーターらしい男性に、俺は恐る恐る尋ねた。すると、男性はキョトンとして、逆にご存じないんですか？と尋ねてきた。え？この旅館で行方不明だったクロエさんが発見された件ですよ。アメリカの IT 長者で、世界的な大富豪であるジョン氏の一人娘が。え？俺は驚きのあまり、生中継だというカメラの前で絶叫。すると突然、カメラマンたちがざわめき始めて、一斉に俺の背後へカメラを向けた。彼は娘と私の恩人だ。こうして娘と再会できたのは、ここにいる俊一のおかげなんだ。本当にありがとう、俊一。ニコニコと笑顔を浮かべるジョンさん。そんな彼に肩を抱かれたクロエが、玄関から出てきたからだった。お話を聞かせてください。こちらにも目線お願いします。記者たちの興味は完全に俺から二人に移った。それに助かったと思う一方で、カメラの前で堂々と質問に答えるクロエが、昨日は温泉大好きと無邪気に笑っていたクロエが、急に遠い存在になってしまった気がした。いや、もともと住む世界が違ったんだ。クロエが大富豪の娘なら、俺は貧乏なオンボロ旅館のオーナー。たまたま奇妙な縁があって、短い時間を一緒に過ごしただけで。さようなら。元気で、クロエ。俺は誰にも見つからないように、そっと中に戻ろうとした。ところが、いきなり白い手が伸びてきて、俺の手をぎゅっと握った。え？俊一、こっちに来て。クロエ？ニコニコしながら、自分とジョンさんの間に俺を招くクロエ。そして、ジョンさんは俺の肩を力強く抱いて、カメラの前で驚きの宣言をするのだった。私は、この旅館に資材を投資するつもりだ。え？この旅館で、私は実に素晴らしいおもてなしを受けた。決して失われてはいけない、とても価値のあるものだと思ったよ。だから俊一、今後も経営を続ける気はないか？ジョンさん。ふと視線を感じて反対を向くと、クロエも俺を見つめていた。私が提案したの。たくさんメディアを集めて発表しようって言ったのはパパだけど。クロエ。お願いよ、俊一。この旅館をなくさないで。私のためにも。それは、どういう意味なんだと、俺がクロエに尋ねようとした。その時だった。ちょっと待った！誰かが叫びながら、大急ぎで坂を登ってくる。それは、妙に焦った顔をした佐藤だった。ジョンさん、私は近くでホテルを経営しています。佐藤と申します。俺たちの前に到着するなり、早口でまくし立てる佐藤。日本語なので、ほとんど話せないジョンさんは首をかしげたが、それにもお構いなしで。佐藤は情熱的な口調で訴えた。生中継を見てきましたが、投資する先を間違えています。こんなオンボロ旅館より、私のホテルの方がずっと素晴らしいおもてなしができます。ぜひ一度、私のホテルにお越しください。ここの貧乏臭い料理は、口に合わなかったでしょう。などなど。彼は何と言っているんだ、俊一。訳していいものか。俺が迷っていると、クロエは突然、あっと声を上げた。そして、俺の耳元で囁く。思い出したわ。ここに来る前、間違えて近くのホテルに行っちゃったの。そうしたら、あの人が出てきて。え？なんだ、小玉。お嬢様はなんて言ってるんだ。こんなオンボロ旅館に泊まることになって散々な思いをしたってか？ニヤニヤ笑いながら、自分に都合のいい想像をする佐藤。そんな彼に、俺は念のため確認した。本当に訳していいのかと。いいに決まってるだろ。本当に？ああ、さっさと訳せよ。一字一句間違いなく。そこまで言うなら、と。俺はクロエに聞かされた話を、
ありのまま日本語に訳した。カメラの方を向いて、大声で。うちと間違えて、近くのホテルに行ったら、あなたが出てきたそうです。そして、大声で怒鳴られて、外に連れて行かれて、最後は雪の中に放り投げられたそうですよ。嘘だろ。あの汚い貧乏人が、クロエお嬢様?顎が外れるほど驚愕する佐藤。そこへ次々とカメラが向けられ、佐藤は撮るなと大騒ぎして、雪に足を取られて転びつつ、バタバタと自分のホテルへ逃げ帰っていったのだった。彼は自分の醜態をカメラの前で晒してしまったのである。やがて、記者やカメラマンたちが残らず帰っていった後。とうとう、俺たちに別れの時が訪れた。クロエ、元気で。これからはジョンさんと仲良くね。俊一。しょんぼりと肩を落とすクロエは、言葉に出さなくても、寂しがっているのが丸わかりだった。そんな彼女を見ていられなくて、俺も視線を地面に落とす。俺だって、本当は寂しい。この一週間は、なんだかんだで楽しい毎日だったから。それにもう、太陽のように明るいクロエの笑顔を見られないかと思うと。もう行かなきゃ。パパが待ってるわ。あ、クロエ。何、俊一。いや、なんでも。そう。危うく、もう少し止まっていかないかと引き止めるところだった。やっとクロエはジョンさんと仲直りできたのに。これから二人は、今までの分も、親子の時間を過ごしていくのに、他人の俺が邪魔をするわけにはいかない。帰り道、くれぐれも気をつけて。名残惜しさを振り切るように、クロエに背を向ける。すぐにパタパタと、クロエがジョンさんの元へかけていく音が聞こえた。これでいいんだ。自分に言い聞かせて、俺も中へ戻ろうと歩き出す。ところが、その時だった。俊一!え?思わず振り返った途端、俺は目を見開いた。なぜか、クロエがこちらに駆け寄ってくる。そして、彼女は勢いよく、俺に抱きついてくるのだった。クロエ?帰りたくない。また、そんなことを言ったら、ジョンさんが悲しむよ。ここにいたい。一緒にいたいの、俊一と。え?そこへ、ジョンさんも微笑みを浮かべながら歩いてくる。クロエ、俊一を手伝ってあげなさい。これから忙しくなるからな。ジョンさん?大切なんだろう、彼が。パパとアメリカに帰ることよりも、少し寂しそうに、ジョンさんがクロエの髪を撫でる。するとクロエは、ようやく俺の胸から顔を上げて、頬を真っ赤に染めて、小さくこくりとうなずいた。うん、パパ、ごめんね。パパと同じくらい、俊一が大好きになっちゃったの。そうか、わかったよ。ぽつりとつぶやいて、ジョンさんが大きく両手を広げる。そこにクロエが飛び込んで、二人は固いハグを交わした。俊一、本当にありがとう。クロエが危ないところを助けてくれて、それから笑顔を取り戻させてくれて、本当の意味で君はクロエを救ってくれたんだな。そう言い残すと、ジョンさんは車に乗り込んで、止める間もなく走り去っていった。その場に残された俺とクロエは、至近距離で向き合いながら、なんとなくお互いの顔が見られない。しばらくの間、そのまま沈黙が流れて、先に切り出したのはクロエだった。私じゃダメ?え?たくさん日本語を勉強するわ。あまりわがままも言わないようにするし、俊一のそばからは勝手にいなくなったりしない。約束するから。嫌じゃないの?こんな20歳近くも年上のおじさんなんて。全然。にっこりと、クロエが今までで一番の笑顔を浮かべる。だから、俺も彼女に伝えるのだった。離れるのが寂しくてたまらないくらい、クロエが好きになってしまったのだと。その後、佐藤のホテル言霊は、オーナーの所業が全国に暴露されたことで、評判が一気にガタ落ち、もともとスタッフに対して横柄に振る舞っていたこともあり、これを機に大半のスタッフが辞めてしまったらしい。残った人数と佐藤だけでは、とてもホテルを回すことはできず、サービスの悪化で、
さらに評判を落とし、間もなく倒産。莫大な負債を抱えた佐藤は、夜逃げ同然に町を出て行った。今も借金取りから逃げ回っているとか、もう捕まって、きつい肉体労働で借金を返しているとか、噂はいろいろあるが、本当のところは、わからない。俺たちの温泉旅館小玉は、ジョンさんの投資を受けて、リニューアルに成功。アメリカ出身の美人お上見習いがいる、という評判も広まって、予約がひっきりなしに舞い込むようになった。また、クロエが英語のホームページを作ってくれたことで、海外にもアピールすることができて、現在は日本人のお客も、海外から来たお客も、みんなが笑顔で俺たちのおもてなしを楽しんでくれている。両親が抱いていた夢は、きっと、二人が想像していた以上の形で叶うことになったのだった。そういえば、別荘を飛び出したクロエは、この旅館を目指して山に入った結果、吹雪の中を遭難することになってしまったらしい。そもそも、どうして存在を知っていたのかと尋ねると、俺は、ある驚きの事実を知ることになった。子供の時、動画サイトで見たの。この旅館を紹介する動画を。え？微笑むクロエが見せてくれたのは、なんと、撮影したはいいものの、結局は、お蔵入りになったはずだった。家族団らんの動画だった。なんでアップされて、しかも字幕までついてる。一体どっちが、いつの間に。俊一たち、すごく楽しそう。これを見たから、私は日本が好きになったの。いつか、この旅館に泊まるのが夢になったのよ。ジョンさんとすれ違って、寂しい思いをしていたとき、クロエはふと、子供の頃に見た動画を思い出したそうだ。そして、当時の夢も思い出して、小玉という名前だけを頼りに、ここを目指した。動画の中の俺たちが、あまりにも楽しそうで、自分も団らんの中に加わりたかったから。もう、俊一のお父さんたちはいなかったけど、俊一がいた。一緒に温かいご飯を食べて、たくさん笑って。いつの間にか、全然寂しくなくなっていたの。だからきっと、あれは、家族団らんだったのね。家族。その言葉がクロエから出ると、俺はドキッとしてしまった。時々泊まりに来るジョンさんに、つい先日も、いつ結婚するんだと茶化されたばかりだったから。いつか、クロエと本当の家族になりたい。そんな思いを秘めながら、今は、プロポーズのタイミングを伺っている最中だ。あんまりもたもたしてると、育児なしだって怒りそうだよな。特に母さんが。久々の墓参りで、俺は両親に話したいことが山ほどあった。旅館を建て直すことができた報告、クロエとの縁をつないでくれたお礼、そして一人でも旅館を守り続けた日々が決して無駄ではなかったこと。そっか、一人じゃないんだよな、今は。そのことが嬉しくて勝手に頬が緩んだ時、天国の両親もにっこりと嬉しそうに笑った気がした。もうダメかもしれないと思った時ほど、思いもよらない出来事に助けられることがある。それが本当に起きるのか、いつ起きるのか、誰にもわからないけれど、だからこそ希望を捨ててはいけない。最後の最後まで何よりも自分を信じて諦めないことが大切なんだ。そうすれば、たとえ挫折したとしても後悔はしないはずだから。そしてもしかしたら想像もしていなかった喜びが待っているかもしれないから。思いがけず運命の人に出会えた、俺のように。